ロボスレールは南アフリカ共和国ハウテンシューツワネ都市圏に本社を置く鉄道旅客輸送を営む企業である。ブルートレインと並ぶといわれる豪華寝台列車を運行している。寝台車、展望車、食堂車を連結する。個室内にはシャワー室、トイレも備え付けられている。乗車料はサービス料込みのため、車内では飲食自由で、 洗濯などのサービスを受けられる。独自の軌道は保有せず、既存の軌道に自社所有の列車を運行している。中心駅はかつて貨物駅だったプレトリアのキャピタルパーク駅を改装している。国内の定期路線のほかケープからジンバブレのビクトリアフォールズ橋でタンザニアのダルエスサラームまで渡る世界最高級の豪華列車と歌う旅客国際列車。 プライド・オブ・アフリカを運行しており、2年に一度は船舶なども利用して、エジプトの回路までツアーを行っている。ロボスレールの名称は、創業者であるロハン・ホスの名前にちなんでいる。スティーム・サファリ、アフリカン・アニマル、スポッティング、オン・ワールズ、アイム・オリジナル・サウンド・トラック・ラグジュアリア・ストレーン。CNN、2018年6月23日閲覧。HTTPS、 www.haffentonpost.com ロークトラビル11メモラブルトレインジャーニーズ B8373936HTML ハフポスト2018年6月23日閲覧ありがとうございます